はい、すっかり暗くなったんですけど、佐賀のですね、丸高さんの方に、今日は来ました。今からですね、ちょっといい魚がいたらね、ぜひ買っていきたいんですけど、ちょうどね、セールをされてるということなんで、だいぶね、セールからもう1週間ぐらい経ってるから、いいのは抜かれてるとは思うんですけどね。まあ今ね、車止めてパッと見ただけでもすごいビビットカラーのね、金魚がね、ずらりと並んでて、水槽でね、販売してくれてるので、金魚専門としてはね、非常に、ありがたいというかね、珍しい販売形態かと思います。今からね、ちょっとお店の中、覗いていきたいと思いますんで、興味のある方、よろしくお願いします。ね、なかなか、やっぱり業者さんかな、だからもうマニアックなおじちゃんとかが行って分かるで、一般の人たちが結構行ったりすると場所が分からなかったりとかもあるし、そういうのがあって、よく何してるの、流すも結構お店が多いですけどね、なかなかもう販売してるとこも少なくなっちゃったんで、直ではこれすごいですね、カラーが。はい、もうちょっと本当早く来れたらですね、よかったんですけど、多分お店に来てる人たちで顔見知りが多いからですね、多分抜いてんだろうなと思いながら あの子やっぱ目引きますね、背びれがあれやけど、ああでも中国産がここまで選別してるとは思いませんでした、本当に。特にカジビレがですね、よく見るんですよ、いつも。で、買ってってなんか片方だけ小さかったりとかすると、上身はいいけど横身がねみたいなことになっちゃうんで、通販とかもされてるんですよ。悩みます、今ちょっとこれとこれでどっちがいいかなと。形的にはこっちがいいんですけどね、肩と頭と。あ、そうですね、色はこっちがいいですね、私ちょっと黒がちの、ヒレもこっちがしっかりは立派やけど、悩むね、色と形で取るからですね。ここがね、またですね、スワカだったらですね、もうこっちっていうんですけど、多分明けになんですよね、明けにか、すごいな、何食わせてんだろう、ここまで状態が安定していると本当買いやすくてありがたいです。ならば10、9、8、7、6、5、4、Thank you.
から仕上げれば、じゃ あ, あの子で、はい、どうします、はい、うん、ライオンヘッドいいですね、やっぱり欲しくて結構探したんですけど、お店に置いてあるのはあんまなくて、ネット上で見るだけで、でもいいのはやっぱりポン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 やっぱ売れちゃうから、買う機会が今までなかったんですよね。うん、こんだけ水槽綺麗だと大変じゃないですか、結構水かいとか、うん、うちはもう魚が見えなくて当たり前な環境になってうん、うん、うん、よし、じゃあジン君帰ろうか、いっぱい見た、ジンジン、ジン何ショット、うん、まだ待って待って待って、ジンジン、いや、お金払わなんてよ、はい、帰宅しました。とりあえずですね、着いたのが18時半でね、閉店が19時だったんでね、なかなかゆっくりは見れなかったんですけど、こちらね、金魚生活とか欲しかったね、書籍も、買えたのでよかったです。あとこちらはね、金魚仲間ということで、まあ、無料のフリーペーパーですよね。金魚系のこの乱中系は、よくね、月刊ですね、これすごいな、配られてますんでね、金魚専門店なんか置かれてますんで、皆さん、目にする機会多いかと思います。こちらね、ちょっと後でゆっくり 見ようと思います、はい、でこれね、サービスでいただいたプロテクト X、 これ結構最近評判いいですもんね。使ったことはなかったんですけど、うん、ちょっとね使ってみたいと思います。はい、でとりあえず14日からねセールが始まってたんですよ、3月の。で金魚が全品半額ということでね、まあ、通常ね自分の小遣いじゃ買えないようなものがね、購入できる機会だったんで、行こう行こうと思ってたんですけどね、なかなか休みが合わずに、で今日がね3月23日でも9日経ってからね、あらかたいいの抜かれたかなと思ったんですけど、それでもね、非常に目を引く答えがねうじゃうじゃいましたね、今回は2匹、これは3色って言っていいのか、鶏からって言っていいのか、獅子頭の方ね、抜いてきました。14日のセール開始時等々ではね、なんて言ってたかな、店長さんがね200何十匹中国金魚入れたって言ってて、まあ動画でね映しているもの以上にすごく綺麗なのがいっぱいいたっていうことでね、クロランチョウなんかもね、十何匹かいたって言ってたね、うん、見れたらよかったですけどね、ちょっと惜しいことしました。ほんとね会社休んででも行きたいんですけどね、そうすると仕事に影響出るんで、なかなかねこのタイミングがね、はい、で今回ね初めてなんですよね、正直中国金魚触るので、もう動画で見てる通り分かると思うんですけど、非常に状態が良くてね、一時期は確か病気の関係で検疫とかあって中国金魚がね入らない時期があったと思うんですけど、もういつの間にか解除されてんですかね、はい。でお店の方からするとね、国産のものと混ぜててもね、全然問題ないみたいで、実際お店で一緒に泳いでたのでね、そこのところは大丈夫かと、思われます。私もね自宅のジャンボーランだと、ちょっと混泳させながら、管理していこうという次第です。で、まあ、魚ちょっと詳しく見ていきますけど、まあいろいろいたんですよ。すごいでしょこれ、クロノノリがね、特にね、まあ、これはね、色がいろいろ混ざってますけど、黒系の漆黒のね、系統になるとね、やっぱ中国とかタイ産のね、よくご存知のブラックオランダとかね、ランチューとか、すごい色合いですからね、これがね、今後どのように変化していくかはね、ちょっと私も楽しみではありますけど、うん、タイガーって言っていいのかな、
今回ちょっと形とね色では迷ったんですが、まあいい買い物できたと思います。ただねこれ以上にいい個体が泳いでたっていうのはねちょっと見てみたかったですね。はい。でちなみにねあの佐賀県っていう立地上金魚愛好家九州は非常に多いんですけど、やっぱりねお値段とするとね、東京の3分の2とか下手すればもっと安かったりするんで、非常に買い物的にはいいですね環境は。はい。まあ、人口とね、向こうは収入が違うんで、まあそういう面も考えるといろいろあると思うんですけど、だから全国発送もされてて、特にね、自分は感覚的には、本当にいい個体、気に入った個体がいれば、東京とかそこら辺でね、直で買うよりも総量含んでも安くつくんじゃなかろうかと思う次第です。はい。で非常におすすめです。店の雰囲気なんですけどね、お店のね、一般的な金魚屋さんと違って、まあ、例えばそれ個人宅の庭に船並べて少し売ってるとか自家繁殖のランチをね譲渡的に販売してるとかね、まあ、実際そういう店が多いですもんね。あと熱帯魚の傍ら半分ぐらい金魚がずらりと並んでるといった状態でしょうかね。で本当にね管理がすごくて糞が一切見えないんですよね水槽内に。これはね本当にすごいことだと思います。水もキラキラしてますしね。個人的には自宅で管理するときはやっぱ青水にはなるんですけど、ねクリアなね、皿水で、あれだけ金魚がブリブリ状態がいいっていうのはねなかなか他の店舗では見られないのでね、ぜひね水槽飼育なんか、されてる方は非常にね勉強になる、お店じゃないだろうかと思います。はい。私はちょっと真似できないかな。だって私の水槽なんてね皆さんご存知の通りエアレーションだけですからね。うん。まあ、そういう面も含めていろいろね刺激にはなったんですけど、はい、これいいでしょ。まあ、ちょっとお値段は伏せときますけど、普通だとあまりありえない値段だと思いますね。特にセールなんで、ぜひおすすめのお店なんでね、今後ねこういうねお店の情報はどんどん流していきたいと思いますのでね、お店の方に断ってね撮影許可 OK いただけましたらねこうやってどんどん流していきたいと思います。久しぶりだったんですけどね面白かったですよ。うん。これをね、ちなみにこれ動画の会話でも少し流れてましたけど、これで明け2だそうで、中国ってどんだけ餌食わせてんだろうなっていうね、感じです。うん。で、普通だったらこれだったら明け3ぐらいじゃないかな、日本やったらね。ね、だからもう、そういう点でやっぱね、やっぱ生産量の多い中国っていうのは、恐ろしいですな。うん。まあね、言われてたことなんですよ。10年、20年前から、金魚のレベルね、相当高いというのは、日本より断トツに。ただね、日本は品種をね、作り込んでいく技術が高いのと、中国は一点物が多いんでね、まあ、そういう部分で住み分けができてるんでね、これからもそういう風な感じでね、金魚業界は成り立っていくんだとは思うんですが、すごいですよ。うん。どうでしょう。これが中国金魚ですということで、まだまだやってますんで、今が3月でしょう。で7、8、5ヶ月ぐらいしたらですね、2回り、1回り、2回りぐらいかな、しっかり太らせていきたいと思いますんで、とりあえず上身でも鑑賞を楽しみたいので、上身でしばらく鑑賞して水槽が開けばですね、横身でここが取れれば、ジャンボなんかと掛け合わせてこの色味をねどんどんね取り入れていきたいと思います。ということで、久しぶりって2回目ですけど佐賀県の金魚専門店丸子さんに行ってきました。おすすめのお店です。皆さんぜひ行ってくださいね。ということで以上シューチャンネルからでした。どうもどうもどうも。あとはインスタとかなんかやってらっしゃるそうなんでね、そこで動画っていうかね画像見て注文もできるような感じじゃないでしょうか。以上です。